滋賀県草津市立図書館、同市草津町画語、6の両日、新春図書館福袋を貸し出す。1、乳幼児向け、2、児童向け、3、大人向けの3種類で、司書らが選んだおすすめ、本3から5冊を、中身が見えないよう袋に包んだ。タイムスリップ、もしもだったら、料理イケメンなど、中身の本に共通するキーワードを記したカードも添えられている。同図書館は昨年10月蔵書に貼った IC タグをタグリーダーが認識し貸し出し処理をするシステムを導入。本が外から見えなくても処理が可能になった。福袋を企画した司書の上村麻里さんは、新しいシステムを利用して何か面白いことをしようと考えた。よく来られる方も向かう本棚は同じことが多く、福袋をきっかけに出会ったことのないジャンルを知るきっかけにしてほしいと話した。